さん、こんにちは。スワッコーラの二郎です。と、ペッはい、てのりさんです。よろしくお願いします。というわけでですね、今日はですね、餌やりルーチンをね、いきたいと思います。普段ね、スワッコーラ営業してる中でね、餌のあげ方をね、ざっくりね、取っていって、その中でね、なんかちょっとしたコツとか、ポイントとかね、お伝えできればなと思います。まずね、ここにね、マウスがね、160匹ぐらい、こうやって並んでます。で、うちはね、マウスをあげる日もあれば、ラットをあげる日もあります。で、基本的にね、冷凍であげてます。今回はね、手乗りさんの当番というか、手乗りさんがね、大体やってくれるんですけど、手乗りさんはね、こうやってパネルヒーターの上で、ある程度、溶かしてからね、餌をあげるタイプです。手乗りさん、この極意は、手乗りさんもね、もう2年ぐらい、スワークでね、2年以上働いてくれて、でね、いろんなやり方を試して、で、ここ最近は最終、このやり方にたどり着いたわけなんだけど、ここに行き着いたいきさつをちょっと語ってくれたらしい。まあ、匹数が多いから、餌を結局大量にあげないといけない、っていうことは大量に餌を解凍しないといけない。で、大量に餌を解凍しないといけないっていうことは、一気に解凍して、一気に作業効率を上げようとすると、お湯に浸かってる時間が長すぎて、やっぱりお腹が破れちゃう子とかが出ちゃう。それで結局使えなくなっちゃったりとか、まあヘビが飛びついて絡まった瞬間にプチュッってなっちゃったりとか、ああなっちゃうとしかも食べないじゃん。それを防ぐためには、じゃあ自然解凍に近い形で解凍して、熱を持たせて食べさせるのが一番ボールたちにもいいし、で結局床材を変えたから濡れてない状態の方がいいなっていう。そう、今床材チップなので、それがつかないようになるべく濡れないように。そうで、今手乗りさんが、ね、言ってくれたお腹が破けたりお腹がブジュって出たりっていうのは結構ね皆さん悩みであるかと思います。そもそも餌のね品質というかお腹破れるから品質が悪いというわけじゃなくて、冷凍と解凍、その再冷凍を何回も繰り返しちゃうと、タンパク質の、要するにお肉のつながりが、どんどん緩んでって、破れやすくなるっていうのが一つ、大前提としてあります。で、それともう一つ、手のりさんが今言ってた、解凍時間が長い、要するにお湯に浸かってる時間が長いと、自己消化って、この子たち、みんなでもう、亡くなってます。けど、このお腹にある消化酵素、人間にも消化酵素ってあります。その唾液の中にあったり、胃の中にあったりとかね、その食べ物を消化してくれる酵素たちっていうのはね、実は冷凍しても生きてたりとかします。それをお湯とかで一気に解凍して、それを長時間置いとくと、その酵素たちがね、生き返るというか、結構ね、温度高いとね、活発になって行動を始めます。そうすると、ちょっと気持ち悪いんですけど、マウスの中の消化器官、がね、結構ね、どんどん溶けてっちゃって、ぐじゅぐじゅになっちゃって、餌やるときにパンって外れちゃう。っていうのがね、主な原因だったりします。そう、なので、手乗りさんはそれが嫌で、一気に温度を上げずに、自己消化のね、酵素がね、あんまり活発にならない、ゆっくりの自然解凍で、最終的にはね、湯煎はします。上げる直前に、小ロットをお湯につけて、温めて、温かい状態で餌やりをするっていうのがね、手乗りさんのやり方です。これは僕とっても素晴らしいなって見ると思って、一方僕はどうかっていうと、正直言いますね。もう僕はバケツにボンって入れて、そのおいじゃーってやって、で、タンパク変性しない温度でね、でも結構温かめのお湯で一気に溶かしちゃって、で、ポンポン上げるタイプでは正直あります。これね、どっちでもね、正解だと思います。ただやっぱこっちの方がね、丁寧で、ボールもね、餌食いがいいと思います。ただ僕はめんどくさがりや兼、絶対僕みたいな飼育者さんたちもいると思うんですね。そういう餌も食べ慣れてる子たちが飼育者さんの元にね、届いた方がいいと思うので、あえてね、僕もね、違うやり方でしっかり食べるかどうかっていうのを確認したりしてます。まあ、めんどくさいのも言い訳なんだけどね。そんなわけでね、今のがね、冷凍マウスの解凍編というか、解凍編です。じゃあ続いてね、実際どうやって揚げるか、どうやって温めるかっていうのをね、やっていきたいと思います。もうなんか本当に保温用、解凍は終わってるから。火で解凍して、で、それをパックのまま熱いお湯に入れて、温度上げてあげる、保温してあげるってイメージでね。そうそうそう。
まあ、ここにいるのはもう本当にあげる直前。とりあえずもこれが準備できたらもう。よいしょ。ただ解凍しただけなのに水分ついてるもんなんですよ。一応温度も確認して、ちょっと冷たいなと思ったら、よいしょ。一回僕はこうやってお湯につけてあげます。で、しっかり水を切ってあげて。よいしょ。はい。しっかり食べてくれました。こんな感じでね、餌やりをガン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 、もっとハイペースでやっていくんですけど。よいしょ。吊り下げでこうやって食べさせるときもあります。結構体を、なんだろう、重心が取れるようにしてあげて、よいしょ。できるだけ餌を低いところに持ってって、こうやって。そしたらもう、これでいいね。あんまり、下から置いても自発でやってくれない子はこれで飛んでくれたりすることは多いんで、餌やりに関しては正直何が正解っていうのはないんですけど、まあ、こんな感じでペッペッペッってやってるとできるようになります。なんか多分語彙力がないからすげえ雑な感じに捉えられちゃうかもしれないんですけど、まあ、結構考えて丁寧にやってはいます。一匹一匹がしっかり食べてくれるっていうのが一番大前提としてしっかりしないといけないところなので、まあ、例えばご家庭でこの子は食べないなとかっていうような子が出たら、まあ、解凍の仕方を変えてみるだったり、解凍の時間を変えてみるだったり、いろいろ方法はあると思うので、まあ、そういうのをですね、LINE とか店に来ていただいて、質問していただいても全然お答えはできるんで、まあ、ぜひぜひ参考になればなと思って、撮りました。現場からは以上です。ご視聴ありがとうございました。当店の生態在庫状況は概要欄にあります。生態リストをご確認ください。チャンネル登録、LINE 登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またなー。